Hey yo, ケンツメッシュです。今日はですね、クラチャレ生活、6日目、6日目ですね、の賞金を決めに行きます。クローンが言ってたね、今のね。うわー、来た。 あー、最悪や。ちょっと待って、お前は何の出来で、最悪。おい、8300ぐらいの来た。やべやべ。 待って、あったけどなー、くっそ。いや、何も言ってくね。やばいやばいやばい、終わる終わる終わる、マジで終わる。ああ、終わったくそ。いやー、マジかよ。すげねんか、それ。やばい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 。ああ、終わった。どうすんだ、480円って。クラチャレ生活6日目でございます。本日はですね、過去最低金額480円で1日過ごしていくんですけども、もう昼起きました。で、何も食ってないんでお腹すっぺかぺか。昨日焼肉のあの量ね、あの場合よかったけど、後々響いた。で、買ってきました、もやし。ついに頼りました、もやし。そしてかば焼きさん太郎、そしてうまい棒。もうさ、これはもう終わりじゃない？これは終わってるような。もうここまで来たか俺も。そしてうどんですね。そしてもうね、買えるのがこれしかなかった。キャベツ。そしてお肉コーナーにあった牛脂をしっかり2個もらっちゃいましたよ。さあ、そして切り札の登場。プルル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 ル
肉なしホイコーロー、かっこかば焼きさん太郎がホイコーロー代わりで、夜はその残ったホイコーローにうどん入れてホルモンなしホルモンうどん作ろうと思います。これはいけるぞおい。ということで早速ホイコーロー作っていきます。さあまずはキャベツを全部ざく切りにしていきます。キャベツでなんとか耐えられる説はある、マジで。でもこれ下回って100何円とかやるとやばいなと思うし、普通に朝ヨーグルトとか食べたかったのに食べれないじゃん、もちろん。しかもね、この後ねジムなんですよ。多分ね炭水化物食ってねえからえぐいぐらい力出ないと思う。やばいな。とりあえずキャベツ適当に切って炒めていきますね。さあということで今日のもうやつは全部お前にかかってます。行ってこい九州、お前が旨味を出せ。お前が旨味出さんと終わるからな、頼んだぞ。ですかさずキャベツをもう全部いけます。えぐい量あるわこれ。信頼するまで炒めていきます。いい感じにしんなりしてきたので煙がやばい。もやし入れて塩コショウをかけます。そんな期待すなって。マジで飛び散るからね、嫌なんよな。そしたらこのかば焼きさん太郎を切っていきます。美味しいよなこれな。俺はちなみにわさび太郎が一番好きです。いや何が悲しくて、何が悲しくてこれを俺は切るんや。めっちゃいい匂いする、懐かしいな。これをまあお肉に見立ててバキバキいってるもん。これバキバキいってるって。今日ワクチン頑張ったな。おとなしいって褒められたもんね。一回も泣かんかったもんな。注射して爪も今日切ってな、耳掃除もして。何やその足ブルブル。かわいい。チューブ食べたら怒る？怒りそうやな。
癒しだほんまに。そしたら続いてこちらホイコーローの素をですね、これを入れてきます。これ普通に入れればいい感じですね。さあ、めっちゃいい匂いする。これ美味しくなるな。さあ、ということで昼ご飯完成しました。こちら肉なしホイコーロー（かっこかば焼きさん太郎バージョンです。え、普通にうまそうじゃない？ちょっとここで食べます。もう量少ないんで入れます。うん、うまっ。え、かば焼きさん太郎いけるやん。肉マジで高かった。あは、うん、うまっ。これ革命っすわ。もやしとキャベツめちゃめちゃ美味しい。牛脂は何も感じません。うん、うまっ。こういう男飯っちゅうのはキッチンで食うのが一番うめえんだよな。うん、うん、おいしいよ。ということでいただきました。いや、うまかったわ。絶対夜腹減るけど、まあとりあえずはしのげましたね。で、夜はそこにこのうどんを入れてこうホルモンうどんしようとしたんですけど、これ茹でるよって書いてあるんですよね。まあ焼きますけど、はい。さあ、ということで残ったものがこちらになるので、こちらに今から牛脂を入れて、このうまい棒コンポタージュをすりつぶして入れて麺入れようと思います。さあ、ということで牛脂とコンポタージュの粉入ったのがこちらになります。ここに麺をビャン。これで、あとはこれで茹でます。この汁で茹でます。いや、えぐい。コンポタージュの匂いやばいんですけど、これ大丈夫かな。いや、苦しいね。やっぱこの料金だと追い込まれますね。はい。ホイコーローうまそうなんだよな。いや、これね、うまくなると思ってます、俺は個人的に。はい。さあ、ということで、できました。こちらが、なんちゃってホルモンうどんです。肉なしホルモンうどん。ちょっと、無駄に豪華な皿に乗せてみました。いただきます。これ、味マジで想像つかん。とりあえず上から。うん。まあ、おいしいよね、これ。うん、かば焼きちゃんがうまいよな、普通に。じゃあ次、うどん頼むぞ。うん、うまい。いけるいけるいける。母親が見たら悲しむ様子だけど、うん、おいしい。耐えた。480円生活耐えたわ、これ。これ肉とか入れたらもっとうまいと思う、間違いなく。なんかさ、うまい棒って今1本10円じゃん。で、こう470円かな、会計がレシートだったと思うんだけど、もう1本買おうとしたら481円になって、あれ1円オーバーじゃんと思って、スーパーで、すいません、うまい棒取り消しでって言って、その時の店員の顔一生忘れない。え、こいつうまい棒一本渋るみたいな。なんでみたいな。かば焼きさんがうまい。これはね、みんなもやってみてほしい。本当に死にそうな時、かば焼きさんを肉代わりにしてくれ。いやー、今日どうなるかなと思ったけど、なんとか耐えましたね。
マジ夜ご飯まで結構お腹空いたけど、ジムめちゃめちゃきつかったもんな。全然力が出んかったわ。ということでいただきました。いや普通に夜ご飯すげえ満足でしたね。ということで残すところあと1日となりました、うん、この動画が出る頃にはもう最終日の賞金はもうあの生放送で決まってると思うんですけども、最終日ねしっかりとあのやりきってねこのクラッチャー1週間生活を締めようと思います。よかったらですね再生リストまとめてあるので皆さん、1日目からねまだ見てない方はぜひ見てください。バイバイ。ウルフを探せゲームどこだ。でん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 。Like that's a freedom.